はい、どうも、フメデオです。今回ですけども、新ツム第3弾が、マレドラが確定してて、で、あとはエトツムも来るので、もう、やばいんすよね、コインが。まあ、三が日も大晦日すればもう暑いんですけど、まあ、このマレドラが、えぐいことになりそうというところで、まあ、コイン計画がかなり厳しくなると思うんですよ。で、さらにまだ、スターミニとスターデイジーも来るというところで、まあ、新ツム7体の可能性が、かなり高いというところなんですよね。なんで、そこをですね、ちょっと、過去のスケジュールと、まあ、ともにですね、まあ、いろいろちょっと、紹介していってですね、まあ、皆さん、コイン稼ぎ計画立てていただきたいと思います。まあ、多分、でも、三が日セレボーで、まあ、皆さん全突破すると思うんですけども、まあ、その後ですね、かなり頑張らなきゃいけない、立ち回りになると思うので、まあ、そこだけね、ちょっとご注意いただきたいというところで、まあ、スケジュール動画になっております。はい。で、まあ、ミッキーとドナルドはね、今来てまして、その後大晦日セレボ来ますよというところで、まあ、その後、こちらが去年の1月のスケジュールを、まあ、ちょっと、変えた、ところですけども、まあ、大晦日セレボで、その後三が日セレボですね。で、第1弾は新ツム、としてはね、まあ、エトツムですね。エトツム。はい、ウサギですね。ウサギの何かしらの新ツムが来ると思われます。まあ、その辺のね、予想動画も上げると思いますので、まあ、お楽しみにしといてください。で、三が日セレボが来て、まあ、その後第2弾新ツムですね。は、まあ、これはほぼ間違いないかなと思います。これ、大体かまあ、過去、ここ第2弾新ツム以外来ることはまあ、まずなかったと思うので、ここは間違いないと思います。はい。で、まあ、その第2弾新ツムっていうのが、このミニと、スターデイジーになるのかなと思います。はい。まあ、もしかしたらね、ここに第1弾新ツムで、エトツムと別に、このスターミニとスターデイジーも来る可能性は、ゼロではないんですけど、まあ多分分かれてくるんじゃないかなという、まあ自分の予想ですね。まあ新ツムはね、基本的に元旦は1体っていう、まあ、イメージなので、まあ、今年もそうなる、今年が、まあ、今回もそうなるのかなと思います。まあ、個人的なね、年末年始に、まあ、ちょっと、おかしな、ぶっ壊れ性能のツムが来て欲しかったんですけど、まあ、ちょっと結局ね、過去のツムが復活することでしか、なんか、あまり盛り上がらない、くなってしまうのかなっていうところはあるんですけど、まあ、それはそれでね、まあ、時代ルークとか、パイロットルークとか、まあ、強いツムがね、復活すると思うんで、楽しみはあるんですけどね。まあ、新ツムで盛り上がりたい感もね、まあ、個人的ではあるんで。はい。まあ、でもね、それが、この第3弾、新ツムですね。が、あるので、もうワクワクが止まらねえぞ、というところですね。で、まあ、とりあえず第2弾、新ツムがここで来て、その後第1弾、ピックかセレボが来ると思うんですけど、まあ、ピックでしょうというところですね。まあ、三が日にセレボでダダダと来てるんで、まあ、ここで一旦ピック出して、ここですね。ここ今4種の新ツム確率アップって書いてあるんですけど、まあ、ここがですね、まあ、第3弾新ツムになるんじゃないかなと思います。なので、まあ、この第2週ですね、まあ、11日ぐらいですね。まあ、4日で三が日セレボ終わりますけど、まあ、この1週間ぐらいですよね。4日から11日の間。ここの期間で、まあ、どれだけ貯めれるか。まあ、でも第3弾新ツムも期間があるので、まあ、実質は、まあ、もうちょいあるか、10日ぐらいあるかなというところがありますので、まあ、この10日間で、このマレドラに向けてどれだけ貯めれるかというところになると思うので、はい。そこだけね、まあ、皆さん頑張ってください。このスキチケの枚数はまだわからないですね。はい。ということで、まあちょっと、スケジュール感ですね。三が日セレボ以降のスケジュール感をね、まあちょっと皆さん頭に入れてもらいたいなということで、まあ動画にさせていただきました。また今後も、大晦日セレボの情報とか、まあ三が日セレボの情報とか、まあ他にも、いろんな情報来ると思うんですけども、まあできるだけ早く、皆さんにお届けできるような動画作っていきますので、ぜひ登録の方もよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。バイ。